深川筋肉健康テンション高め。はい、どうも地域おこし YouTuber の宇宙です。はい、テンション上がっております、まあ、仕事も終わってですね、今からちょっと美味しいもの食べに行こうじゃないかということなんですけど、禁止中やけど。そう、辛麺って皆さん知ってますか？ある、ね、全国、うん、これ誕生はね、あの宮崎なんですよ。宮崎のソウルフードで、いやこれね、僕大好きなんですよ。でですね、なんと視聴者さんより最近でも食べれるとこあるよと、情報いただきましたんで。それは知らんかった、ね。まあ、とある居酒屋さんなんですけど、うちから徒歩1分ですけどね今日もそこにね、行って辛麺食していきたいと思います。はい、じゃあ出発しましょう。はい、あそこです信号当たってマジの徒歩1分やん、はい、居酒屋パブチャーさんです。じゃあ手をちょっとさ、もらっていただいてありがとうございます。いつも見ていただいてありがとうございます。ありがとう。あ、嬉しい、ありがとう。気をつけてな最高やな。 YouTube 撮影する途中にばったり YouTube を見てくださる方がいる。嬉しい、最高すぎやろ。よし、じゃあ行ってみましょう。豊富なメニューですよ、これもんの、まあ、今日はあくまで辛麺メインなんで、辛麺は、え、どこだ、あ、こちらです、こちらです、こちらです。でこれとちょっと俺のおすすめ何品頼もうかな。そうだね、うん。よし、まず野菜を食べて血糖値の急な上昇を防ぐと。うん、うまっ。髪が増えたね、キランちょっとその余裕で後頭部を見せれるようになった詳しくはサブちゃんで。これがメインだ。あ、うまい。ああ、これね。あ、こういうことや。うまい。これ。食べちゃいに来たらもうまずこれ、もう絶対頼む。これ手作りだよね。手作りもなすぎょうさ、これやばいでしょこれ。じゃあいただきます。つけてめっちゃ効いたよこれ。噛んだ瞬間にもう、すげえ旨味広がる。すごいなー。茄子と揚げ物って最強、揚げって最高だな。最高だなこれ、大好き本当に。口の中幸せ、ありがとう。はい、ありがとうございます。うわ、お、ここなるほど、そういうことですね。やってきました、パブ辛麺。じゃあまずスープから。
あとこれニラとね、卵と。いいじゃん。すごい、ごまの香りがすごいわ。いただきます。うまっ、うまっ。鶏ガラもすごい旨味と、うまいね。麺だね。これ飲んだと最高じゃね、これ。うん、これが中華だ。歯応えばっちり。うまい。うん、長州かな。長州。うん。相当。うまっ。で、これお好みで。これ本当普通にうまい。普通にうまい感じが。うまさ 100%。 味変ね。うん、ピリッと辛い。え、今回やってみよう。うわ、今回やってみましょう。私は知らないな。うわ、すっごい匂い。もうせっかく絡めなきゃな。まあまあね、しっかり絡めていこう。よし、いや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 、いい、うん、両杯でもあり。あ、しっかり辛くて、うん、美味しい。これ4杯ちょうどいいかもしれん。むせんもんな。うん、これ卵があるで、あ、うん、ちょっとこう柔らかくなったのかしな。俺4杯でちょうどいい。えー、うん、まさかの意外に、うん、4杯でちょうどいい。これ美味しい。代謝が良い。止まらんね、これ。無限ループ新しい。とてもあんぞ。辛麺、タオル、ハイボールって感じ。うん、俺流整う。これ整うか、これ。食べながら痩せる可能性あるから。それはないけど。内田流発汗法。ということでですね、うん、本当に美味しいよ、これは、うん、これは辛さ調節に、うん、自分で調節できるんだな、うん、で本当はこれの後に、うん、もうあのちょっとスープ残して、うん、まあ、ちょっとご飯いただいて、確かにそれもありいいっていうのも、うん、いいかもしれないな、うん、いや大満足、本当にね。もう本当こうカボチャさんもいろんなメニューもありますし、うん、もう1次会からもう2次会3次会とかも全然おすすめです。夜まで空いてるからね。はい、ということで今日もこちらうち社長シールですね、置いて帰りますので、はい、もしよかったら皆さんあのパブちゃん来て持って帰ってください。ということで今日はここまで失礼します。うん、うまいね。ありがとうございました。